スコイにうまい。どうも、ゆうです。今回は、英単語帳200週で得られた効果について紹介しようと思います。突然ですが、僕は単語が大嫌いでして、書いても覚えられないし、ノートにまとめても続かないし、頑張って単語カード作ったのに、バッグの中でぐちゃぐちゃになって一気にやる気失わしで、もう単語帳燃やしとろうかって何度思いましたね。しかし、燃やすのはやってからだなと、オーストラリア留学の1年間、僕はシステム英単語を約200周してきまして、結果的に今では、長文を読むスピードが桁違いに上がり、ネイティブとの会話もなんとか成立するようになりました。そこで今回は、英単語帳200周で得られた効果と具体的な方法について紹介しようと思います。まず僕がずっと使ってたのは、このシステム英単語という単語帳で、高校時代からずっとお世話になってる、かつ何度か本気で燃やしそうになった単語帳なのですが、その中身は、単語の意味から例文までぶち込んである、言うたらオーソドックスな単語帳で、これを1年間毎日狂ったようにやってたわけなんですが、じゃあ実際200周ってどうやってやったのって話をすると、結論、ひたすら爆速で単語帳を回しました。具体的には、単語を一発で覚えようとするんじゃなく、単語の意味と一緒に、その横にある例文をひたすら音読しながら、どんどん先に進んでいくって感じですね。ポイントは、どうせ忘れるんだから精神を常に持つことで、自分の記憶力に期待することなく、力を抜いて単語を眺める感じでやっていけば、結果的に身についちゃうって感じですね。ここで、いや、それだけじゃ無理でしょ。と思う方もいるかもしれませんが、実際僕もそう思ってました。というのも、実は僕、この覚え方を高校生の時から知ってて、いつも英語の先生が、単語は友達、何度も出会えば覚えられる。とか言ってたんですけど、正直頭おかしいんちゃうかなってずっと思ってて、これは一発で覚えられる記憶力がある。とかいう謎の中二病を発症し、前の方からじっくり一つ一つ英単語を暗記してたんですが、結局全く覚えられず、失散の第一章から永遠と抜け出すのにそのまま浪人しちゃいました。で、この方法じゃダメだなと、心機一転して、より回転率を意識した単語勉強法に切り替えて、今に至るわけなんですが、結論これめちゃくちゃ覚えられるんですよ。もちろん1週目から3週目はめちゃくちゃきつくて、全体の 10% も覚えられず、もう焦りが止まらないんですけど、10週くらいすると、あ、これ知ったろって単語がだんだん増えてくるんですよね。で、30週とかすると、単語帳を爆速で回すのが習慣化して、少しずつ負担が少なくなってくるんです。100週目とかになると、単語はほぼほぼ見たらわかる状態になり、150週目以降は、もう単語帳を見なくてもわかるようになってましたね。結果的にこのドアホの僕でも、なんとかたくさんの英単語を覚えられたので、この方法はあながち間違ってはないんじゃないかなって個人的には思いますね。じゃあ単語200周してどんな方法を得られたのってことをここから一挙3つ紹介していきます。では行きましょう。英単語帳200周で得られた方法。1つ目は、まず長文読解に苦しまなくなりました。今までは長文読解中知らない単語が出てくると、突然思考停止して、ひたすら注釈に単語の意味が載ってないか確認し始める癖がついてたんですが、英単語力が大幅に伸びたことで、結果的に英文読解の負担が圧倒的に減りましたね。2つ目は、会話でつまらなくなりました。言い換えると、思ったことをパッと口に出して言えるようになったって感じで、今までは、あなたと話すと時がゆっくり流れるみたい。と、遠回しにお前と話すと会話が止まるみたいなことを言われ続けてきたんですが、単語帳200周する間に、単語と一緒に例文を音読し続けていたので、覚えた単語をそのまま会話で使えるようになり、結果的にスムーズに会話ができるようになりました。最後3つ目は、なんと言っても自分に自信がつきました。努力は報われるとは限らないけど、確固たる自信につながるってのが単語帳200周で明らかになったことで、勉強しててうまくいくこともあれば、テストで全然点数が取れなかったり、留学中英語が全く通じなくてクソ慣れたりすることもたくさんあるけど、そんな時にこいつらを見ると、こんだけ頑張れたんだからまだまだできるってめちゃくちゃ元気もらえるんです。これは英語力というより、継続してきてよかったなって思うことの一つですね。で、今回の動画で僕が伝えたいのは、単語帳200周しろってことじゃなくて、一つの教材をやり込みましょうってことです。やればやるほど味が出てくるのが単語帳だし、その努力は必ずあなたに返ってきます。自分がやると決めた教材を、こいつは僕の宝物だって思えるくらい、やり込んでみてはいかがでしょうかってことを皆さんに伝えたくて、今回動画にさせていただきました。で、200周した後どうすんのって思う方もいると思いますが、そりゃ決まってるじゃないですか。燃やします。